小原法運小原法運は大阪府出身のかどうか。池花、小原流三世家元。大阪府立演芸学校卒業。本名、豊か。1938年、父であった二世家元小原幸運の後を継ぎ、池花、小原流三世家元となる。幸運は池の坊幹部であり、池の坊は小原流の併用を容認していたが、 幸運死後に前看板を認めないとしたため、池の坊と対立することになるが、戦争が激しくなり国家総動員法が成立し、流派の対立どころではなくなった。戦後は、前衛池花で、中川幸雄弟子河原宗風、中山文保らと共に活躍する。1945年、新中軍に接収されていた主婦の友社本館で、弟子河原宗風との二人展を開催する。 1954年東京、青山に東京小原会館を建設、財団法人小原流を設立した。1958年ブルッセル万国博覧会に文化施設団として参加、当時はまだ珍しかった生け花のデモンストレーションを披露した。1962年神戸に家元会館と森花記念センター。1967年九十坂の家。 1970年、小原流芸術産交換を建設した。これらは、日本における代表的な現代建築家、聖家清の設定である。1971年から1989年まで、財団法人日本池原芸術協会理事長。1980年に、君山党局実中受賞を助訓。ありがとうございます。